こんにちは、PR フィルムプロダクションのケントです。社長と乾杯、フィルムプロダクションの宮本です。はい、お願いします。本日のタイトルはですね、元テレビ局員の宮本さん、 PR フィルムプロダクション入ってぶっちゃけどうでしたかって話そうと思います。宮本さん、はい、無理やり YouTube 出させてごめんなさい。自身がね、いつも撮られてると思うんですけど、あんまり出ることないから。今までありました、撮られることは。撮られることあちょっと見切れるぐらいあったんですけど、がっつりはないですね。じゃあそれも入ってないですね、うん、じゃあ今回はこの撮られるという気持ちをしっかりと忘れずに、はい、ぜひ入ってください。はい、新鮮です。はい、はい、ちょっと今日のテーマなんですけれども、はい、実はこちらの宮本さん入ってきたのいつくらいですかね。今年の2月、今年の2月、2023年の2月で、今が4月の終わり、2ヶ月半くらいですかね。2ヶ月弱ですね。はい、はい、で今案件2件取れて。そうですね。大体売上としてはどれくらいですかね。売上は1件目がちょっといくらってまだ決まってないんですけど、はいはいはい、バジェットが、はい、1個は60万の案件最初に取れて、はい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 、でもう1個取れてるので、はいはい、まあいい感じに。いやあそこまでたどり着くのにどれだけ大変だったかっ、ね、て。ありがとうございます。まあ、みたいな話でですね、すごく今日今回の話はですね、PR フィルムプロダクション入っていただいて、いいケーススタディかなと思ったので、この宮本さん取材してって、皆さんのこれからの活動にも、まあ、生かしていただいて、もしいいなと思ったら、ぜひ PR フィルムプロダクションにも入っていただければなと思います。ということで自己紹介させていただきます。私、ケントと言います。PR フィルムプロダクション、地方創生×映像制作ということで、映像業界のフランチャイズ、システムやっています。そして宮本さん、社長と乾杯フィルムプロダクションということなんですけど、ちょっと簡単にどういうことですかね。はい、社長と乾杯フィルムプロダクションというのが、社長が、酒場で実際に本当にお酒を飲みながら自身の、人生、これまでの人生とか会社の自分の会社のこととかを熱く語るということで、会社を、他よりもうまく魅力的に伝えて、うん、採用動画に生かすという。なるほど、はい、そういう動画です。いいですね。はい、社長の本音は飲みの場でしか聞けないっていうところで、これが一番リアルな姿だなと。これを採用動画にしたっていうプロダクションなんですが、ちょっと宮本さん、簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。はい、もともとはテレビ局で、バラエティ番組とかを制作する部署にいて、うん、まさに番組を作ってて、はい、で、2年前、3年前に独立してフリーランスでやってたんですけど、はい、で、まあ、フリーランスでテレビの番組とか YouTube とかの制作をしてたんですけど、それでいいですかね。うん、はい、自己紹介ですかね。そもそもなんで会社辞めてフリーランスになったんですか。もともとは、まあ、テレビ局で働いてたんですけど、はい、テレビ局だと当然なんですけど、そのテレビ局の番組しか作れないじゃないですか。他にできない。じゃあもともとなんかその映像というか作ることが好きだったんですか。そうですね、そこはもともと好きで、もっといろんな YouTube とか、うんうん、今だったらネット配信の番組、うん、Amazon プライムとか、うんうんうん、そういうことにもいろいろなんか幅広くチャレンジしたいなと思って、もうやめようと。なんか今ってこの YouTube とか SNS どんどん台頭してきてるんで、はい、ちょっとテレビやばかないってちょっと風潮、僕はなんかテレビの人も言ってるし、まあ、お笑い芸人も言ってるじゃないですか。それ逆に内部の人ってどんな感じなんですか。内部の人ももう同じですよ。あ、そうですか。やっぱりその視聴率っていうもので、うん、明らかにやっぱりその20年前とかに比べると下がってるので、全体的にそのどこの局とかじゃなく全部が下がってるので、はい、まあみんな、そこの危機感はあるんですけど、まあ、だからこそこの配信とかに、うん、テレビ局とかも移行してる。なるほどね。はい、で、じゃあ新卒から何年かくらい入る。8年じゃないですか。長かったっすね。そうっすね。じゃあ意外とサラブレッドなんですね。いや、そんなことないですよ。モテで。で、いやいやいや、で、その後2年間フリーランスして、はい、その2年間のフリーランスの時代はどうだったんですか。は、まあ、いろいろやってみようってことで、まあ、それこそ Amazon プライムとか、ABEMA TV さんとか、YouTube とか、あと普通の地上波のテレビとかをディレクターとしてやっていて、で、まあ、それはそれですごい楽しかったんですけど、まあ、もっと先の将来を見据えたときに、テレビ以外にも、もっとこう、企業のプロモーション動画とかを作っていきたいとかっていうちょっとビジョンができ始めたというか、やりたいと思ったので。テレビってなんかそのプロデューサーがついてるとか結構ガチガチだったりする、なんかジレンマとかもあるんですかね。あ、でも確かにこの番組で やるってなった時に、まあ、その番組の色に合わせてやっぱ作らなきゃいけないので、うん、はい、だそこは確かに、まあ、言われた通りにというか、まあ、もちろん自分のクリエイティブなところもできてもちろんあるんですけど、まあ、確かにそういうところありますね。逆に気になりますわ、そっちの業界で。企業しかやったことないんで、今日直接ここの世界しか知らないんで、そこにスポンサーがいて、関係者がいて、役者がいて、そこはそれでものすごい、なんていうんでしょう、超人間関係が複雑な
あれですね。そうですね。でもやりがいめちゃくちゃあります。ああ、面白そうですね。うん、そこがなんかバランスがね、すごくいいと思います、ね。うん、じゃあそんな宮本さんですけど、はい、まあ、ぶっちゃけなんで PR フィルムプロダクション入ったっていうのは最初の、うんうん、どういう感じなんですか。うんうん、あの、まあ、まず今ちょっとちらっと言ったんですけど、その企業の、動画をとかを作ってみたいなと思ったので、うん、今年の1月に、今年の1月にあの会社作って、はい、で、まあ、その企業向けの動画制作をやろうと思ったんですけど、あの、いかんせんそのノウハウというか、うん、あんまり企業と仕事したこともないし、営業なんか1ミリもしたことなかったので、どうやってやろうみたいな。だから結構ネットでポチポチしたんですよ、はいはいはい、営業の調べ方とか。そうです、はいはいはい、でたまたまインスタ見てたら指さんのやつが出てきて、はい、なんかもう自分がやろうとしたことのほぼそれを体現してるような、あ、あのプロダクションだったので、はいはい、じゃあ参加してみて、めっちゃ嬉しいですね、はい、って思います。まあ、でも、ね、僕はなんか意外でした、やっぱり。あれだけその大きな、ね、組織にいられる方が、あ、中小企業とかを対象にすると営業の仕方とかはそこからになるんだと思って、うん、逆は僕そっちの方が気になってたんで、あ、なんかこれはもう持ちつ持たれつかなと思ってまあそんな宮本さんということで、はい、まあ、結果としては今3ヶ月満たないうちで大体60万とあとプラスアルファ何本かってことですかね。だからもうちょろちょろと案件は取り始めてて、はい、これから今一緒にクロージングしていくということなんですけど、あの宮本さんがやっているあの社長と乾杯フィルムプロダクションについてはまた別の動画であるので、これめちゃくちゃ面白いんで、あの PR フィルムプロダクションの YouTube からぜひ見られてください。はい、ということで、まあ、前提長くなりましたが、宮本さん PR フィルムプロダクション入ってぶっちゃけど、3つのポイントを、挙げていただきました。はい、まず1つはですね、そのままやったらうまくいっちゃったということですが、まあ、言わしちゃってる感じですけど、はい、テーマ出していただいたんで、はいはい、どうですか。あの最初に1件目取った60万の案件は、うん、はい、まあ、本当たまたまなんですけど、うん、あの建築の会社で、はいはい、で、アポ取って、うん、まあ、そのプレゼンするときに、そのプレゼン の、その内容、僕の喋った内容は、うん、ほぼ PR フィルムというか日比さんが言ったことを、うん、もうまんま言ったみたいな感じで撮れちゃったって感じですよね。ね、うん、まあ、もちろんその営業の仕方が本当にわからないので、はいはいはい、なんか、まあ、もちろん適当に、ね、言うことはできるんですけど、うん、まあ、それじゃ多分ダメだから、うん、まあ、一応学んで、うん、で日比さんにもちょっとなんか可能性があるんですけど相談して、うん、あ、じゃあこういう風に言った方がいいですよ。あ、電話で話したときですか。電話で、あ、あの時僕空港にいたんですよ。あ、そうそうそう、これから飛行機乗るんですよ。でも別に、そうですね、 そう、でそれをそうもうまんまもうメモして、その感じでこうでこうした方がよくないですか、じゃあ作りませんかみたいな、はい、でも絶対刺さりますよね、あのトークは。うん、本当我ながら経営者やってるんで思うんですけど、うん、絶対刺さると思います、うん、あのよく言うあの上から目線でというか、うん、強気でみたいなところ、はい、もうまんまちょっと強気に、うん、いや、こうした方が絶対いいですよっていう、ね、うん、っていう、はい、運び方すると、あ、じゃあちょっと作ってみましょうかっていうところで、本当そうなんですよ、うん、だからなんかクリエイター企業とか、 なんか 作らさせていただきますみたいな、うん、このスタンスが僕間違ってると思って、うん、作ってあげますよみたいな、絶対やった方がいいですよ、やるべきですよって背中を押してあげることが逆に僕は親切だと思ってるタイプなんで、うん、絶対みんな作りたいんですよ、うん、映像必要じゃないですか、うん、もうないとか終わってるじゃないですか今の人、うん、でも作りたいっていう本音をね、ちゃんと背中を押してあげれるのがすごくいいんじゃないかなと思います、うん、はい、ということで、そのままやったらうまくいっちゃったということで、ちなみになんかこのちょっとだけコンテンツも出しちゃっていいんで、この一言刺さったみたいなのありますか。この一言、その建築会社が、まあ、採用動画で、作るということで、あのクロージングしたんですけど、はい、大工さんが足りない、で求人媒体いろいろインディードとかなんとかいろいろ出してたけど、なかなかそう応募すらも来ないみたいな、はい、ってなって、なんか大工がなんかもうそもそもいないんじゃないか、まあ減ってるっていう事実はあるんですけど、うん、っていう時にっていう時に出てたんですね、思いついてないですよねって言われたんですよね、はい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 、で刺さった言葉ですよね、はい、あの何が刺さったんだろうな、なんかコピーとか、じゃあこれはもうちょっとカリキュラム勉強しなきゃって。でも、はいはい、あ、でもそう、あんま見てないですね、はいはいはい、もう先に営業行っちゃったってことですね。いや、でもすごい理想的だと思いますよ、うん、はい、そう、今まさに勉強中なんですけど、はい、あ、でも、動画を作ることで、うん、まあ、その人事部長の代わりになるよね、そうね、まさに、はいはい、人事部長のコピー動画とは僕は言わなかったんですけど、はいはいはい、人事部長に今
ませんよねと、まあ、いない会社だったんですよ、うん、もう全くいない、ほとんどそうですよ、もうジムがなんかノリでその、うん、あの採用とかをやってるっていう会社だったんで、いないじゃないですか。で今ここから育てるの難しくて、うん、じゃあその代わりとなる動画を作りませんか、うん、多分それがもう全てだと思うんですよ、はい、これでもう皆さん見てる人、入ってない人からも3万円くらい欲しいですか。いやでもこれ本当それで人事部長の代わり、人事部長のコピー動画作りませんかって、うん、ちょっと皆さん試していってみてください、うん、あの社長めっちゃ振り向きます、うん、ここでピンときた人はもう素晴らしいですね、うん、入っていただかなくてもいいかもしれないですね、うん、はい、ということで、宮本さん PR フィルムプロダクションがぶっちゃけ入ってどう、1つ目はですね、そのままやったらうまくいったということで試合いただきましょう。ありがとうございます。では後半へどうぞ。